この番組は地域貢献のために5人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆さんに超豪華プレゼント。そうだ、っていうか、Mリーガーじゃん。うるせえ、何が Mリーグだよ。リーグ戦だろお前、連盟のリーグ戦が本番だろうね。何やってんだよ一発のプロみてえなことは言うのせんじゃん。ああ冗談じゃねえぞ。ほら、ああ冷静。めっちゃ楽しい。うわわわわわ、すげえから。何がもう知識の、ああ知識じゃ飯は芸人だよ。むっちゃ出てるよ、こっち見に行ったお通夜みたいになってた。タキさん、おい、何が A1 リーガーだよB2 を取りました。ダメでした。タキさん、あ、女の人、なるほどね。まあまあもう緑なんでしょう。あ、あれ、ああれ、あ、ちょっと待って、ほらほらほら、ちょっと待って、瀬戸熊さん、ちょっと待って、これか、これこれか、これ二択です。愛知の巨人 か帝王、帝王確定じゃん、はい、すごい 80% 系の。あ、これ愛知か。じゃあ、いや、わかんない、帝王もありますから。だってさっき 1% 鬼確定って言ってこうなったんですから。おお熱っ熱っ。これで、あの、過去が出てきて、あの、はい、女の子のショートカットの方が出てきたら、はい、レインボーに変わるんで。あ、ここが、はい、あ、これがね、あ、これがね、はい、あれ出てきた、熱い。あ、これは絶対伸ばせらんねん。じゃあおもろじゃあ、まあ、おい、ラストゲーム。ああ次、高額になってるかも。赤い、あれ、大丈夫だよね。カットイン出せば、カットイン大丈夫だよね。カットイン、うわ、でも復活しますから。え、まあ 80% ありますからね。大丈夫だよね。3番人気だよね、えのきが。何も来ない、何も来ない。大丈夫、復活します、復活します、復活しますから。念のため声当てつけましょう、ここで。はい、レアやつ。あ、チャンス、チャンス、チャンス。あ、復活です、ただの復活。なんで復活するの分かったの、赤だから。さんだ、あ、また来た、あ、来た。これもだって赤もダメなことあるって言ったじゃん。あと、あのカットインというかオープニング画面が出たら、はい、もうそのゲームは勝ってんじゃないのかな。そういう気がしてならないんだが。あ、4番、安心させてくれし、安心。はい、オッケー。あ、でも、えのきがいないんで、えのきが封じてない、封じてない。はい、その瀬戸熊さんが言う封じるって言葉がよく分かんないんだよな。なんかすげえ封じる封じるって言うんだけど、これそれがね、分かりづらくって、何言ってんの、その冒頭用語みたいなさ。だから、えのきさんは出てきたら勝ち確なんでしょ、はい、そういう風に言えばいいじゃん。これは普通の部位も封じるっていうのがね、なんか2段階ぐらい考えなきゃいけないですよ。何を封じるんだろうか、なんかいい言葉考えてくださいよ。えのきが来れば勝ち確でいいじゃん。あ、女の、あ、まあまあまあ、もういいんだよね。さあ、
ここもまあ勝ち確なんだが、ここでダブル V 揃い引いたらもうグランドスラムだ。はい、来た。おい、テラ V。 あ、おい、チェリー。この上段ペラが、これが弱い、これだとジャック、これ以外やったら今日、うん、たら今日、はい、なるほど。これは強いだろう、これは来るだろうな。うわー、ま、あ、あ、来た、また、あ、まただ。あ、これは押せが出なかった方がよかったですよ。ああ、そういうこと、はい、なるほど。押せが出ないと、はい、バトル、あ、バトル。まあでもバトル負けることがある、負けることがあるから、まあ、銃もらって、そうっすよね、もらって、そうっすよね。あ、これ熱いと思います。黒黒なんで、僕は熱いと思うんですよね。出てないけど、これは来た、来たと思う。これは来た、これ勝ちましょう、大事。ここ絶対大事。俺の応援団じゃないですから、頼みますよ。もう一発、これ 15%。 あなたが主役、 15%? 1で、あ、1個で 15%、 はい。レア役 100%。あー、15か、15%。なるほど、まあまあ確率通り、そういうことなんですね。まだいるかもしれないんだ、これ。お、いいんじゃない、これ。ほら、お、道具地、これも大事。これ 30%。 しかも 緑なんで、あ、緑、はい、当たったかもしれない。あ、これは来た。よし、よし、さあ、さあ、久々に卓球少女。次大事ですよ、昇格、昇格、これが大事。 V ストック取りたい。ああ、ああ、一瞬リールロックしたかと思った。ダブルで、なあ、で、ああ、おー、じゃあグランドスラムじゃないですか、2個だから。2個グランドスラム、ここで、こことここだから B。 僕人生で初めてなんですけど、グランドスラム、はい、これちょっと言いに行きますわ。あ、行きましょう。あらあら、誰もラッシュ取れないね。お二方は原価ついたりとか人数とかあるんですか？僕は全くないですね。ゼロですか？はい、本当のゼロ。昔はオムライス食べてました。対局前、ただの好物じゃないですか？いやいやいや、好物じゃないですよ。だからちょっと作ってくれたオムライスですよ。誰が？いやいや、ちょっと 誰がっていうか、その当時の、ね、これ何ですか？乗り物としてですか？何、誰が作ってくれた？当時あの付き合ってた彼女が作ってくれたオムライスですよ、岡田の前。それはまあ何でもいいんですけど。何でもよくねえだろ。岡田さやかなのかその前なのか。でも言ってたじゃん、なんか俺はてっきりなんかイメージですよ、はい、付き合ってて、はい、岡田さやか何もしなくて、はい、シアトルがなんかこまごましたこと、掃除とか、はい、洗濯とかこまごましたことをやってみたいな、このイメージ。僕もそのイメージですよ。真逆らしい。あ、そうなの？何もしなかったらしい。部屋綺麗そうだね。いや、めちゃくちゃもう本当 やってくれてましたね。わ、まあ惜しいことをね。いや、あとね、じゃマジで、あの人のすごいところは、俺がいくら例えば飲みに行ったりとか、はい、遅く帰ってきても一回も何もやれたことないんですよ。結構すごいですよね、多分。若いのにね。そう、言われ続けてきたわ。まあ程度の問題もあると思うんですよ。ああ、程度の問題、はい、確かに確かに。僕はもうひどいから。その一番ひどい時は週何回その帰りますか？1回か2回ですね。1回か2回真面目に帰る。はい、真面目にっていうか、まあ着替えに帰るみたいなところ。いや、もうひどいとかじゃないじゃん、それ。それ結婚した後の話ですか？いや、それはないです。結婚した後は真面目ですね、かなり真面目です。朝ごはんもなるべく子供と一緒に食べるようになったし、はいはいはい、
な生活だとやっぱ揃いのジッポーとかうざいですよね。はい、揃いのジッポーとかプレゼントもあると思うまあそんなこれだって10年前ぐらいの話してて、ずっと10年ぐらい前、10年ぐらい前聞いた話をいろんなところで喋るの。いや、ね、こうやって2つのジッポー合わせるとハートになる、ね、合わせるとハートになるジッポーがね、重かったってね。いや、ね、あの、じゃあの、1個言っていいですか、魚拓さんが喋ると番組がめちゃくちゃなってます本当にこれ魚拓さんずっと番組出てるんですけど、魚拓さんが出てて魚拓さんが喋ると番組がめちゃくちゃなってます。それが重くて別れたんだって、ね、ひどい話だろ。思いも何もないじゃん、そんな生活したらさ、女性だと心配になるじゃん。いや俺ちなみに今赤く光ったんで、はい、赤く光った。まあ多分それと別の人なんかさ、すごい動いてるし、チャンスね。いやいや何言ってんだ、当てようぜ。いや、はい、その岡田のオムライスは食べていないけれどね、オムライス、オムライス、オムライスがなくたって俺はできると。オムライスがなくたって5点だからね、ダッシュだからね、ダッシュだからね、入ってるね、うんうん、これ、うん、オムライスがなくたって俺はできるってとこ見せやでな。オムライス食わしてくれよ。え、心の声じゃん。え、なくても大丈夫なの？違う、食べたいの？食べたい。食わしてくれ。まだ見れるんですか？分からない、分からない、よく分かんない、見れるとかじゃなくて、分かりづらい、当てたいから。あ、番組がめちゃくちゃやってるから、今いや今もうこれ集中させて、これに番組がめちゃくちゃになるって。じゃあオムライス具は何だった？はい、具は何だった？具は何が入った？あのソーセージ、ソーセージ。青スタートかよ、マジでよ。最低ライン。いやでもこれ1回ずつ。あ、でも今前の彼女は勝負の前にオムライスを作ってくれたらしいんですよ。だけど今オムライスがない、オムライスがない、でもそれでも勝負はできると、うん、できる、見せてやるっていう。来るね、うん、来るね、もうオムライスがなくたって、ふざけんなよマジで。やばチーム滝沢ちょっとピンチですか？いや大ピンチ、大ピンチ、通常回。うわやばいです本当。チーム瀬戸熊、僕がグランドスラム確定しました。マジ、はい、まあまあ大丈夫、大丈夫な状況にすごいなりました。だって愛知の巨人であと2個残して V スープ2個、ね、マジ、はい、多分奥さんの構成って悪くないみたい、うん、ずっとライバルモードついてます。ちょっとこれは問題含みですね。おそらくお二方が今まで3万回ぐらい聞かれたこと聞いていいですか？はい、マージャン強くなるにはどうしたらいいですか、初心者の方が。いやもうその初心者の度合いにもよるんですけど、ようやく役を覚えましたぐらいです、ね、いやとにかく打つ、打つ、何を目的に。いやもう目的とかいらないです、回数。へえ。俺はそれはネットマージャンですか？まあ、できればリアルがいいけど。リアルの方がいいですね、はい、その心は。なんか感覚的なものってやっぱあるんですよ、めっちゃ。なんかだってネットで打つのとリアルで打つの全然違くないですか？俺はもう違うと思います、ね、全然違うんですよ。だから、はい、だからネットで超強い人がリアルになるとめっちゃダメだったりすることもあるんで。それ奥さんのこと言ってるんですか？いや、あの別に奥さんの悪口言おうとしてるわけじゃないから。確かに回数は間違いないですね。あ、そうなんですか。裏切らないですね。あ、練習は裏切らないみたいなことですか？はい。へえ。知識は知識だけだと思う、どうにもならないというか、知識だけで強い人はいないですね。へえ、そうなんですね。はい。なんか例えばテーマを持ってやった方がいいとか、そういうのないですか？なるべくその負けたら悔しいとか、はい、勝ったら嬉しいとかっていうのっていう勝負が一番いいですけどね。真剣に真剣に臨むっていうか、負けたらこう爪を剥がれるみたいな。赤木、赤木の世界。あれ来たー。しかもなんかちょっと違くなかったですか？あのね、そう、音が強いやつ。鬼がかりって金で出てる。あーもう、そう、ほらほら、すごい動いてる滝さん、ほら本当だわ。いやまだ当たったとは。これ当たんない、いやいやこれ当たんないことないでしょ。
めっちゃ強そうじゃないですか。まあ見るからにっすね。あ、なんか柄が、はい、鬼っすね、鬼柄っすね。あ、さすがに当たり。ただラッシュは決まってないでしょ。いや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 、これがこの流れでラッシュじゃないわけないから。まあそうっすね、予言者じゃん。うん、これ大丈夫っす。そりゃラッシュっすよ、元風林火山は。いや、ちょっと分かんないの。どういうことどういうこと。本当に分かんないし、本当に分かんない。感情もどうしたらいいのかも。うわ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 、完璧だ完璧。あ、これ武田さんから見ても完璧ですか。はい、天敗系でいうとどんな感じですか。ごめんちゃんくらい。あーなーもっとあるかな。あ、もう完璧。大丈夫でしょ。さすがに大丈夫。それを信じて。すげえな、何そんなの分かんだよ。いや、もう大体分かるっすよ。本当？それ自分の運命は分かんない。自分の運命はよく分かんないです。正直のたれ死ぬってことぐらいしか。ああ、それ正解だ、ね、最終的に。いや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 俺なんか見える。何すか。見える、白鳥の未来が見える。何何今36歳37。20年後は見える見える見える。20年後なんですか。ね、でっぷりしたスナックのママと住んでる。でっぷりしたママと。いやいや俺、いや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 、俺その未来だったらもう自殺してる。別にいい。オムライス作ってもらって。ああ、いいねいいね。いやいやいや、よくないだろ。ジョーちゃん今日リーグ戦でしょ。だからもうそれ今度こそ C1 に上がんないと。それ策略した声で力士じゃん。なんかさあ、それよりもこっち。いや、さあ頼む頼む、マジで。だって決まってるんでしょ。決まってる決まってる。あ、焦る必要ない。おしまい。え、まだね、まだまだまだ、もう決まってるからね。多分オムライスにケチャップで C1 って書いてある。いやですね、表情が暗いですけど、シアトリ君の表情が一気に暗くなったんですけど、あれおかしいな。だってさ、なんかダメな未来はちょっとあんま予想したくないんだよな、俺は。ちゅんちゃん、ビーニが落ちないでね、私のおっぱいと一緒になっちゃうわよ。いや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 、あの、いや、死ぬほどしょうもない女じゃないですか。そんなこと言うなよ、何言ってんだ。いやいや、しょうもない女ですよ。さあ、勝負の時。頼む、マジで。滝さん、奥様を動物に例えるならペンギンとおっしゃってました。その滝田さん、ここよく覚えてる。大事。おー、すげえすげえすげえ、両方すげえ両方すげえ、すげえ予言だ。いや、そうなんだよね。さあ、入りました、ようやく。じゃあ、でもこっからは自力なんですよ。こっからは分かんない。あ、分かんないの。伸びるかどうかは分かんない。俺もそれが幸せかどうかは分からん。その、いやいやいや、俺の話は別にもう終わってるから。これマジ俺かけたくさんどっちか入れば本当にあるからな、うん、で、その文句奥さんがすごい出してる白熊さんも悪くないんで、俺らが足を引っ張んなければ確かに目標はあのクリアできるんだよ、6000発。さあ、始まりました。油断してたあっちゅう間なんで。頼む。 77% でしたっけ。 77%。 いやー、当ててほしい。当てるたんびにゴブレイって言ってほしい。あ、巻きましょう。はい、一応当たりです。SD 回数が戻りました。あー、なるほど。すごい追い込まれてたんでいいと思います。テンパイ料もらった感じですね。テンパイでの流局となりました。50ぐらいでしたもんね。そうです、あの、危なかったんで良かったです。実際にタイヤのチンイズの電波が入っています。後は2万、ね、そうです。9万はお侍さんが通していて、はい、9万いけそうなんですけど、まあ、一応読みましたね、一つ下に、はい、おい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 、これでしょうか。うーん、あ、そしてお侍もチートイズに方向転換。そうですね、そう引き入れた手出しが、あー、ピンだから、はい、
どうですか、ね、重ねましたよ。チートイツ白タンキッテンパイ、チートイツ赤ドラドラのテンパイです。これは、はい、同級マンチー版に待ち替えとします。皆さんのチートイツ、はい、手の内からリャンマンが出てきた滝沢です。いよいよだな。あ、これ当たり、はい、ここはリーチ宣言牌としますが滝沢の当たりとなります。鎮逸暗夜を今緊張した高めでの上がりとなりました。数万からの地位がやはり、うん、そうですね、そうですね、ちょっと弱いところではあれば、うん、もう一回行くならどうですか、縦、うん、やっぱ縦一本に決めづらいですよね、はい、今の可能性も残したい、両面も多い形ですし、うん、そうですね、形、さあそしてね、筒ができた、はい、あ、違いました、アップ赤ウースを引きました、はい、そうですね、滝沢です。うん、竹進めていきたいところ、一つがダブナンポンの6球は待ち、滝沢天杯だ、うん、どっちかな、金符を闇剣にしました、ね、赤か、単ヤオかドラということで打点は十分ということですか。あ、そうですね、あとその仕掛けで狙っておいてトーンハンコになりましたよ。どういう気持ちでいいんですか、ラッシュの時なんか不安感、この時闇剣ですね、すい、いや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 、どういう気持ちでもいいわけないでしょう、水槽切ってるし、はい、絶対どうすればいいの、もう50しかない、上がるためのやめて、うん、いやいや、そね、50もある、いや、追い込まれた時のタッキーよ、はい、なんですけど、それがどのような結果となるかというところ、現在は3名に天杯が入っています。トーンは友竹の元にあんこになっている牌です。ラスオヤス、ロー君はラスオヤス、ラスオヤス、4枚ぐらい、4枚ぐらいなのかな、でもいい町とは言えないというところですか、まだトップは4万点ぐらい下がりますもんね、はい、絶対なんだけど、いや、これ勝つね、とにかく勝ったら大きいですね、飲み手でも上がりたい、ここはおい、さあ、パーマのあたりも手がありますね、うん、スルスルそうですね、うん、先ほど待ち替えの可能性もありましたからね、ここは滝さんに繋がりとなりました、はい、いや、マジ入って、マジ入って、マジ入って、入って、入って、積もった残り1回転本当に危ねー、粘り込みましたね、はい、ちなみになんですけど、その当たり方した時、次めっちゃ早いからそう、お前なんで占い師にもなるつもりか、商売始めるのか、これ次めっちゃ早い、回転の滝の後マジ早いからね、最近もう本当にそれが続いてイメージも湧いてこなかったんですね、勝つイメージもあんまり湧かなくなるんですよ、負けが続くと、はいはいはい、3000取ってからの1500、表示では6000、もう6000でしょ、です、おー、本当だ早かったでしょ、あ、早かった、すげえ、そうなんよね、パーレンちゃんも夢じゃないでしょ、俺てか俺らの分までまくってもらえる可能性あるな、うん、家にはお腹を空かした子供が待ってますよ2人絶対勝って帰らなきゃ、勝ってうなぎパイを買って、パパ夜のお菓子ってどういう意味まあなんかなんすかそれ、いやうなぎパイって書いてあるよ、夜のお菓子って、え、夜のお菓子って書いてあるんですか、書いてある、へー、こうやってさっきスナックのママの真似したでしょ、はい、娘の真似した、そっから調子悪くなったんだよな前回さっき俺だって力士のモノマネされてましたから ね俺の未来の奥さん、ね、俺なんか変な気になったの、ノーマルモードになったよいつまにか、なんでだよおい、おー、いや、やばいやばい、来てるわ、それは来てる、あと1500、ナイス、パパうなぎパイもう一枚食べたいダメかな無理だよね私なんて分かってる、パパいいの、お腹私少ししか減ってないから謙虚な娘だなでもパパ昨日飲みに行ったんでしょ、ね、何時まで飲んでたのパパ3時4時でしたね、いいな、
そんなお金はあるんだね。嫌な子供だな。私とはちょっとも遊んでくれないのに、そんな時間とお金はあるんだね、パパ。でも奥さんじゃないですか。パパ、この T シャツ見て、ここにほら、小さくあるでしょ、自転車が。パパが競輪と間違えて興味持ってくれると思ってこれ買ったんだ。でもパパは私のことをちっとも見てくれない。長い、長いし、長いし、誰？娘。いやいやいや、すごい、邪念がすごい入ってくる。いや、それを振り払っての、よしよし、集中して。そうだ、練習になるな、麻雀の。いや、ならないっすよ、勘違いっすよ。パパ、見て、この髪飾り、紫色。何を思う、この髪飾り見て。どういうこと、どういうこと。吸盤車。パパの好きな吸盤車。ね、やだな、まずいな、これは。終わった。来たぞ。しょうちゃん来たの。しょうちゃん。誰？しょうちゃん。いやいや、誰？誰？ママで。あ、ママ。しょうちゃん、しょうちゃん今日。いた子。しょうちゃん。頼むぞ。しょうちゃん頼むわよ。しょうちゃん。しょうちゃん。パパ。ママ。ね、残りもう20来てない。ああ、危ねえ。いや、もう。どうだ。いや、来てる、来てるよこれ。強よ。滝さん、これでも次気をつけてください。これ。それは違うの？これ違う。さっきと違うの？さっきと違う。あの人の占い全部当たってるからな。ちょっと気合い入れた方がいい。気をつける、気をつける。え、赤いルビーじゃん。これ行ったんじゃない？いや、行ったかも。おー、熱い。これ熱いやつ。これ熱いやつ。さすがに来ただろう、これは。はい、紫。いや、まあまあ、いいじゃん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 。まだ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 。さあ、滝沢さんが表示1万発超えました、はい、さあ、そして白鳥さん、頼む、マジ頼む、ほんと頼む。まあ、そうね。さあ、勝負どころ、勝負どころ。いやー、ちょっと金が絡まねー。キチンかー。緑、うーわー、青緑ときて、うわ。はい、さあ、ナイス、ハキさんナイス。すげーすげー、金10連。そりゃそう、そりゃそうだよね。残念。でも見事、ナイス、ありがとうございます。1万発オーバー。もう一回ぐらい引っかかればなんとかなるかもしれないですね。あの、魚拓さん何やってんすか。あれ、400抜けたんで3枚目。うわー、いや、でもこれは普通ですね。まあまあ、うん、はい、そうっすよね。時間的にも全然優秀、まあ、7戦目。ちょっと一応見とくか。最後が黄色だもんね、はい、あ、やっぱもう これだったってことですね。じゃあこの 50% がきつかったんですけど、はいはい、これをクリアしてるのがめちゃくちゃ大きいですね。しかもまあ続説なんですけど、うん、ここの最終レースだけ、うん、浜岡がめちゃくちゃ強いんじゃないかという噂があります。へえ、強いっていうのはどういう意味で。今まで 浜岡出てくると勝つじゃないですか大体、うんうん、でも最後はなんか浜岡が異常に強くなってるみたいな、突破できないみたいな、はあはあはあ、これがだね、はい、まあここはランダムに出るみたいなことを言ってた誰かが。いや違う、これは答え合わせ。これで道口の親父が出たんで愛知の巨人確定です。この人が愛知の巨人って言われて言われてんす、はい、しかもみんな実在のモデルがいるんです。あー、わー、ほい。で、これが青島が
プールされるんで、うん、エキシビジョンで負けるまではまだ青島始まらないです。あ、そうかそうかそうか、はいはいはい、今日は 50% かなんかでしたっけ。 50%、60% から 90% まであるんですけど、うん、それが選ばれてループするってことです。はい、そっか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 。僕も当たりました。5回目4の4の45の15ぐらいまでは行きましょうよ。当たった。いや、あ、滝沢さんがラッシュ入りました。 おすごい。翔さんは、いやいやいや、あ、まだオムライスがないから。こっからっすから、こっから。さあ、いいの声、青以外で、青以外で。まあでも愛知の巨人ある、 あるってこと。はい、可能性としてはどんだけ夢見がちなんですか。こんなの俺ハズレの画面としか思わないですよ。こんな青の、いや、ここ来ますよ、赤、あ、黄色。あ、まあ 50% 以上、なるほどね、50%。 俺その 50% とかも信用してないからな。正直そういうのも何にも信用してないんですよ俺、メーカー発表っつって。あ、緑ちゃん66杯。エキシビジョン、まあ気楽に、エキサイティングレース気楽にできます、ね、いやいや気楽じゃないですよ。いや、ここで勝った方がいいんでしょ。いや、でも青島に入れちゃった方が速度が上がるんで。ああ、そっか。僕速度気にしないんですよね。純増 1.5 枚でもね楽しめるんですよ。8時間ぐらいやりたいんで。あ、これをね、うん、え、めっちゃ負けそうじゃん。いや、負けるってか子役引かないの、負ける。エキサイトリングス、あ、あと2回、うわった。これなんですよ皆さん、モンキータン5の魅力。あ、強制、あ、強制リーじゃん。まあ強制は強制だけど、これ当たりだけど。当たりだけか。まあまあでもラッキーですよね、はいはい。あ、バカンスまで行った。さらに、あ、でも当たってたかもしれないですね、内部的に。あ、そういうことです、ね、それもあります。なるほど。なんか一番いいパターンになってきますね。うんうんうん。いや、マジ久々に楽しいわ。パチスロー俺不適されてましたからね。先週とか30万ぐらいストレートだったんですよ。ええ、1回も勝てずに。ああ、もうね、はい、1000枚行きました、通帳ぐらいになる。ああ、ようやく、はい、いやいや、人のことより自分のことっすよ、瀬戸熊さん。一戦目は楽勝でしょ。多分ね、これが悪いと思うんすよ、俺。さっきからここに来てほしくない。いや、ずっと液晶触ってんじゃん。俺やっぱね、台ランプとか液晶触るのってね、ご法度だと思ってるんで。ジャグラーで擦るのと一緒です。あ、もう一緒です。もう素人が一番やるパターンなんで、それはやっぱ運気を逃がすんじゃないかなって。でも奥さん僕素人なんで。負けたっぽいな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、勝った。勝ち確。いや、勝ち確ではない。ではない。おい、これは確か 50% でバカンスまで、 あれでバカンス乗る可能性はかどうか。なんだ、乗らず。いやー、ただ本日初の2連目なんで、そうこっからですね、はい、まあ、ダービーキングの可能性がちょっと高いかな、はい、旗の出てきちゃったんで。あ、チャンス。おい、ピョチェリ、おー、うまい。からのバトル、ね、バトル行く、バトル行く、あ、絶対行く。さあ、あ、赤、瀬戸熊劇場勝ち確ではない、ではない、紫が勝ち確で、赤はバトル確定だった。バトル確定、はい、さあ何が出てくるか。もうどうせなら道口か、まあ本当は、あ、道口ならえのき、えのき、あ、もう白なんで一か八かってこと、はい、それか、まあ、青島は最高ですけど。あ、ガモちょっと中途半端、うん、まあ勝っときましょう。あ、引いてない、引いた、引いてない。うわ、
ちょっと噛み合ってないですもんね。やれない日はやれないですよね。負けられないっすよね。いやこれ白なんで無理です。そういうとこはあっさりしてんだ。はい、まあでもガモーが来たんで、ちょっとワンチャン、ワンチャン 10% を引いてる可能性と、内部的に白じゃない可能性が。ああ、そでも大体負けます。おい、これが強調だったら。ああ、だったら1ゲーム後に引けようかな。そういうことですね。黄色、黄色は高設定しさ弱かなんかですよね。そうそうそう、確か。まだ分かんない。ここですね。はい、つかなければ。あ、でも次が大事。次が青島のかけた戦いです。ここからエンディングが入って。エンディング。はい、ああ、これね、はい。ここからですね。ここからです。これに勝てば青島 75% ですね。 75% です。 75% はもう 100% でしょ。パチスロは思想準備中。SG マジで最初のカットインが欲しい。カットイン、カットイン。え、これもうレースなんですか。これレース、レースなんすか。レース、これ青島勝たなきゃ。あ、そういうことか。大時計なし。ここカットインできれば赤。うわ、まだ分かんないです。まだ分かんない。まだ分かんない。一番大事。75%。めちゃくちゃ弱い。嘘だろ。レアク、レアク8回強制。おお、チャンス。勝った、勝った、多分勝った、勝った。コーチー、コーチー。ありがとう。ファイボンでございます。盛り上がってんな。やりました今ね、青島に勝って。ここから 75% ループが75%、はいはい、最初にもらえるゲームが30、50、100ってあるんで。ああ、はい。30、通常。あ、30、通常、はい、なるほど。こっからは本当に乗せるの大事なんで。そうっすよね、はい、ここで100ゲーム乗せとかなったら400枚です。あ、うわー。まあこれは揃ったり揃わなかったです。うえい。でここからまた 75% を通さない。大丈夫だろう。安心させてくれ。カットインが欲しい。カットイン。あー、うわモンキーターン。好きにさせてくれ。まだ好きじゃないですか。まあすげえいい感じだけど、はい、ここでやっぱある程度爆練してくんないと。勝った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 。ある程度爆練してくんないとダメなんですよ。50欲しいな。50、50か100で。50は結構出るんです。あ、50の時は数字が大きくなります。青い数字がバーって出てくるんで。安心させろよ。もうカットインが欲しいですよね。うん、心臓に悪い。そうっすよね。じゃあ、来た。なるほど。まあ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 、入んないよりは入った方がいいですもんね。チャンス。
あ、来た。勝った。勝ちました。やりました。でここで究極 V モンキーが出ると、うん、50ゲーム以上もらえます。あ、次もらえるってことです、はい、です。あ、こういうことか。勝ちました。おい、天国、いや天国抜けて抜けて2周期目の多分111で引っかかって、意外と早い。めっちゃ早い、はい、投資は23本23。全然戦えてる。 AP が戦えてない。そうそこだけ。しかも懲罰で戻してるから、うん、抜けたかどうかも分かんないですよね。なんか早いあたり続いてるように見えるけど。あ、確かにそうっすね、はい、2回懲罰で勝ってる、うん。あー、リンロック1個。あ、熱い、これは熱い。あー、弱いけど。でもなんかあの懲罰に入るかも。懲罰だと思う。なんか来い。あれ、人がいない。いや、でもこれ懲罰きます。それで懲罰になります。おー、 60% です。今度は出るだけじゃなくてリプレイでも抽選するんで。60%で何を抽選する？ストック抽選。あ、ストック抽選、はい、はい、ストックあるとすごい心が楽になる。そうっすね、はい、そうなんだよな。黄色、必ず黄色以上いきます。そっかそっかそっか。あ、レインボーだ。あ、やった、ラッキー。これで安心してここはできます。おもろい、おもろい。青島 SG で安心できるのはここだけです。あ、そういうこと、はい、こんな面白いんだ。ヒャベっていくつだっけ。37です。もうすぐ38。おー、結構いいでしょ、ね、いや、もうやばいっすよ。ふわっふわしてるよな。誰が？俺っすか？はい。え、ちょっと待って待って待って。え、誰と比べて？いや、こう比べたら。いやいや、まあまあまあ。ただやっぱ滝沢さん結婚してお子さんいるっていうのがふわふわしてなさそうな。周回遅れぐらいじゃなくて。いやいや、比べたら。まあそうですね。きたー！お。おい。白鳥も積もりますよこれ。最後の保留。あ、北が、いや、動いてたからね。動いた。あー、暑いね、暑いね。これは暑いぞ。でも、ひょんなことから潮目って変わるじゃないですか。はい。今日、ドカッと出て、そこから変わるとかありますよ。そうですね。それなんか、瀬戸熊さんの奥さんに言われましたね。なんか、どうでもいい試合の決勝に残って、はい、まあ、こんなちっちゃいタイトルとも言えないし、まあ、まあまあと思ったら、そういうのをちゃんと真面目にやって、しっかり勝つとまた変わるのよっていう。で、瀬戸熊さんの奥さんが言ってたって伝えてくれって言われたことあるんで。瀬戸熊さんの奥様ってどういう感じの方なんですか。すごい麻雀強いらしいですよ。瀬戸熊さんより強いっていう噂の。で、なんかリーハイしないでもメンチン分かるって言ってます。すげえな。じゃあちょっとトイレ行ってくるわ。え、いや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 、大事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 。まあ、多分外すから、まあ、大事、まあ、頑張って頑張って。軍、これはさすがにもらった。お、軍です。これは大丈夫だろう。あ、緑スタートね。ちょっと待って、え、これ大丈夫？
いやちょっと、いやさすがにでも、いや怖え、いやさすがに大丈夫だろう、いやちょっと怖いか。よし、よし、ありがとう。あいつどっか行きやがったあいつあいつマジどっか行きやがったまずここね、まずここね、頼むよ、ほん頼む、マジお願い、お願いします、本当にお願い、マジで。もうどんくらい最初から行くんだろうね。確かにほとんど行かなくない、どのくらいなんすかね。いやマジ頼むわ。ええいやいやいや、当たりましたよ。でもなんか、じゃあ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 、あれさ、最後最後最後にあるから、ちょっと見ててくれよ、 A1 リーガーの息を。と、あ、紫だ、勝ち角、勝ち角だから、弱いからじゃなくて強いから、うん、がいいってことですね、はい、いやいや、チーム瀬戸くまマジでいけるぞ、2人とも勝つまで全然あるぞ。滝沢さんはトントンぐらいだ。ああ、やっぱあの一万発、そうなんだ。で俺今ラッシュ入って、あいつがダメなのよ。おい、ショータイム、ショータイム、ショータイム、オムライスショータイムが滝にかかってんな、マジで。いや滝が俺の投資をまくれるかなんだよな。いやいや、監督経費使いすぎじゃないですか。いや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 これ必要、必要経費だから。